やーきたはい、お待たせしました。なかなかこの、コロナの中でこっちに来れないのをもどかしく思ってくれてですね、今回このかき氷を提供するプロデュースするということにですね力を貸してくれてます。ここにいる被災者の皆さんだとか、ここにボランティアに来ている皆さんが少しでも元気になってもらえたりだとか、手越くんのファンの皆さんにも、そして全国の皆さんにも、この熊本の現状が今どうなのか知ってもらうきっかけになればいいなと思い、今回の企画をやっています。すごい元気になるメッセージでした。うん、説明先の方が